て、エンダーリリースの続きをやりたいと思います。前回、土のおじさんを仲間にしたので、柔らかい地面を壊せるようになりました。なので、一旦取れなかったアイテムなどの回収をしてから進めようと思います。こっちは水なので進めないですね。竹の村の依頼者1。依頼、森の巨大な怪物、恐れ知らずの勇敢な戦士はこれを読んでほしい。竹の村近くの森には巨大な怪物が潜んでおり、王の兵にも被害が及んでいると報告があった。追跡して討伐した者には報酬が支払われる。共に国のために戦おう。救済の騎士、ヘイムル。竹の村近くの森ですか。巨大な怪物、ボスの情報かな。お、隠し部屋。少しずつ HP が増えてきました。ちょ、敵のコンビネーションがエグすぎる。微妙にホーミングしてくる飛び道具が多すぎ。おっと、ありましたね。あれ？どうやって壊すんだろう。横にしか振ってくれない。使い方を見ました。なるほど。スキルレベルを上げる素材ゲット。ここら辺、避けるのが辛い。待って待って、おっしゃーん。回復とおっちゃんのボタン間違えました。気分を変えて、先に進んでみます。おっちゃんの抜け殻、バイバイ。村の落書き、老石で書かれた落書き、太陽の下で泉の白い子と、村の子供たちが遊んでいる様子が描かれている。こんなところにスキル回復の花が。この先、何か敵がいるのかな？この中？使い方がわかると、便利ですね。あれ？リリー？敵も隠れてますね。優秀なペットが教えてくれるので便利です。村の子供と一緒にかくまわれていたのか。苦しかったろう。ニコよ、安らかに眠れ。急に襲ってくるわけではなさそうですね。むしろ恩恵をもらいました。回復量アップは地味に嬉しい。白ニコはリリー以外に何人いたんでしょうね。竹の村の依頼書に、カタコンベイの立ち入りを禁ずる、注意、現在、果ての国で発見された獣は、鹿で拘束しており、汚れの伝染の恐れがあるため、立ち入ることを禁ずる。汚れを受けた者は、もちろん、それをかくまった者も、罪に問われるため、獣は発見次第、王国の兵士に報告すること。カタコンベ、鹿？いずれ行きそうですね。どうせなら、意識も消えて、狂ってしまえれば、よかった。一瞬、ボス戦かと思いました。あれ？先に進めない。他に道があるのかな？道を探して逆走中。
おっちゃんポイント発見。深い。お、どこかの通路が開きましたね。敵が多すぎるんだよな。避けきれないよ。ここも破壊できそう。さすがに大きくて助走が必要かな。あ、これまだ無理なやつですね。馬の人の力でセーブポイントからセーブポイントへの移動が楽です。考えたら魔女の森はあまり調査してなかったですね。魔女1体1体が硬すぎる。魔球ぶつけてくるのやめて。毒強すぎ。ちょ、息が続かないよ。この下にもおっちゃんポイントがあったはず。勝った。アクセサリーですね。レベルが21になりました。結局道を探してスタート地点まで戻ってくる始末。やっぱり隠し部屋がありましたか。白猫像の文字、白猫を模して作られた大きな石像、形を残している像には暁の白猫、崩れてしまった像には風の白猫と刻まれている。おや、まだ何かある。ロックされているらしいです。なんかここもまだ来るのが早かったみたいですね。やはりこっちに道が隠れているのかも。壊して進むとかでもないみたいですね。奥に道が見えていたので、何か条件次第で進めるのかも。
ぽいのがいますね。大きさ的に中星かな。あ、おっちゃんに比べると動きが読みやすい。思ったよりあっさり倒せました。どうせなら意識も消えてぐるってしまえればよかった。浄化します。ガードスキルですね。ああ、見覚えがある崖。なるほど、ここに繋がるんですね。やはり、魔女の森くらいしか先の道がなさそうです。あそこ、すぐに囲まれてしまうので、なるべく避けたいところですが。だから、と強すぎだって。何この露骨な邪魔配置。ダメだ、壁際で攻撃すると、すぐ無防備のまま登っちゃう。まだ、やり残したことがあったのに。ここも、いやらしい配置ですね。いや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 。足元に毒置くのは、やめて。敵多すぎ。もう逃げます。お、ここは初のステージかも。端から見ていきましょうか。次から次に湧いてきますね。ワンコ当てにくいな。あれだけ低い姿勢で素早く来られると、初見じゃ避けるのが難しい。入り口っぽく見えたけど、入れないですね。ワンコ、隠れるのうますぎ。あ、そろそろ危なくなってきたかな。あれ？もしかしなくても、おっちゃん、強くない？びっともしなかった敵もノックバックしましたね。強っ。射程が短いのが難点かな？毒は無理。道に迷っているうちにレベルも結構上がってきましたね。
何か元の道に戻っていきそうなので先ほどの分岐点まで戻ります。泳げるのはいいけど、水の中には潜れないのかな？何かいたかな？ああ、さっき倒していなかった一匹ですね。ちょうどいいので新しいスキルの盾を使ってみましょうか。意外と発動時間が短い。ああ、これ、私には使いこなせる気がしないや。そして、あら、この花には見覚えがある。すぐ右に、セーブポイントがあったんですね。どこで見たのか。どうやら、右に進めば正規ルートに行けそう？魔術教会の手引き、魔術教会について、魔術師以外は立ち入ることができない、深淵の騎士と魔術の求道者が集まる場所。魔術師たちが共同で設立した組織で、白教とは協力関係にある、獣の討伐の要請にも応じ、支援を行う。加入条件、複数の魔術師の推薦状、禁止事項、古代呪術など、いくつかの禁忌魔術の研究、教会での武器の使用、他国への情報漏洩。結構、大きな組織だったみたいですね。魔術教会と呼ばれる場所が、ここから下にあるらしい。水没してしまっているようだが、先に進むしかなさそうだ。いや、行き止まりっぽいんですが。あの、右上のライトが怪しいですね。あ、登れるんかい。慎重にカラスを処理していきます。この弾が避けにくい。素材回収と、手強い敵が続きますね。壁か。道がないですね。結構深そう。泳いで戻るのか。壁の裏に来れました。なるほど、スイッチでしたか。
とりあえず、道は繋がりました。さて、今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。